You're listening to Shibuya Cross FM. さあ、今週も始まりました。カラフルスタイルクロス、この時間からお送りしていきます。番組のパーソナリティを務めるなっちです。秋色です。はい、ということでね、はい、今週は秋と2人でお届けします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、数日前に私、あのスマートフォンをね、洗濯機で洗っちゃったの。やばいね。で、なんかもう思わないからさ、なんかこう脱いで、こうそこに置いちゃったんだと思うんだけど、なんかあれないないって言って、ガコンガコンってなんか洗濯機が音するなと思って、まさかって思ってこう水浸しにして出したら、もうほんとものの5分ぐらいなんだけど、もう全然乾燥を2日間以上させてもね、やっぱり液晶が戻らないっていう。戻らないよね。もう洗ってしまうと。でも洗濯機、まあみんなでもなんか入れたことないのかな。僕はないね。ない。水没させちゃったみたいな。ないね。お手洗いとかさ、ない。ない。名刺ではあるよ。名刺入れをこのジャケットのポケットに僕入れているので、こう流そうと思ってこうしゃがんだらそのままポトって落ちてしまったっていうことがあって、もう泣く泣くもう手に突っ込んで、はい、回収したっていうことはありますけれども、携帯は今のところ大丈夫ですね。そうなのね。なんかそう、結構私人生で 2,3 回は水没させてて、むしろなんか酔っ払って壊してそうだもんいや壊しはしないんだよね、結構ガンガン丈夫だから そんな暴力的なことしないけど失礼しました。水没は結構ね、はい、ダメージ食らうんだなって。あとやっちゃいけないのってさ、充電したりとか、あ、そうらしいですね。ドライヤーで乾かすとか言って、で前にも全部やっちゃいけないことを全部やったのだからもうショートしちゃってっていうね。そもそも洗濯機に服を入れるときに確認しないの？しなかったんだね。あらあら、本当にあさみさんも確認しなさそうだもんね。そうだ、一枚一枚だってそんなに確認して入れる？あ、俺はね、僕はね、しちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、読めなんか姑、ね、みたいだねってすごい言われるんですけど、もうね、気にしちゃいますね。もうだからポケットにティッシュとか入っていたら、もうこれ何事ですかぐらいの感覚で僕も話しちゃうね。もう偉いね、ちょっと洗濯する際に気を使うっていうね、もともとのなんかそれなんだろう、習慣かな。そうですね、そう、はい、結構ねショック大きかったっていう出来事ね。だから連絡取れなかったんだね、夏美さんね。そうなんです、あのちょっとね連絡もらっても全然画面が見えないのでね、まあ、データだけは大丈夫かな。あ、よかったよかった。でも本当皆さんね、あの、はい、水没気をつけてください。はい、気をつけましょうじゃあまあそんなことでね、スタートしていきましょう。はい、この番組は LGBT×〇〇をテーマに、セクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストさんを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストさんのライフスタイルを通して未来をより明るく、そして明日がもっと楽しくなるようなスパイスをお届けします。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集していますので、ぜひ感想ですとかご要望、ゲストさんへのご質問などお気軽にお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。続きまして番組スケジュールです。この後にレギュラーコーナー、今週の気になるトピックがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなど様々な情報をご紹介します。続きましてゲストコーナー、クロスフレンズです。こちらではですね、個性豊かなゲストさんを迎えしてトークライブをお届けするコーナーとなっております。3月のね、今月のテーマが卒業できないことと、ね、はい、卒業シーズンにちなんで、はい、はい、卒業できないことというテーマでお送りしています。本日お越しいただくゲストさんはスピリチュアル YouTuber、 LGBTQ カウンセ専門カウンセラーの鹿島明さんをゲストでお迎えしたいと思います。お、楽しみですね。楽しみ。もうさっき控室の段階からもういろいろと聞きたいことね、いっぱいあったね、盛りだくさんね。もう話咲いちゃって、もうここのスタジオに入るのがねバタバタだって、はい、そうだね珍しくね、はい、なのでね、楽しみにしていてください。LGBT って何とか、自分には関係ないって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですが、そういった方にも聞いていただけることで、より素敵な人間関係の構築につながっていくと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送です。
この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では、2015年11月4日から同居期間など一定の条件のもと、同性のパートナーを死亡保険の受け取り人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受け取り人に指定する場合、本人確認書類などの手続きに必要な書類に加えて、同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て、2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。イケてるからあって、Finding my bargain soul。ライトに照らされて踊る好き my lover。まさかの誘いに記憶を預けて Funky night。I'm looking for you。見つめる視線のその先には僕を意識してる。もしもそうなら、ぶつかるふりして近づけたらもうあとはわかるよね。Sing this song for you, we like it. Ooh, ooh, ooh. 朝まで続くクロスオーバー、キラキラウィッシュオブスター、最高のウキウキショータイム。 I can't give you my love, この気持ちは国際色に光るパラダイス。 Can't stop falling in love, 嬉しすぎてないふりして Blending my love and peace。 不思議な魅力があるレスティマイラーバー。知らないことだらけ、同じ気持ちなら Funky night。 You make me feel the way to what you think about。 誰かの未来に君がいるなんては考えたくもない。もしもそうなら他に代わりはいない。素直に思える、あとはわかるよね。お送りした曲はアンダープレイヤーでクロスオーバーでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けします。続きまして、今週の気になるトピックのコーナーです。本日ご紹介するのはこちら。はい、埼玉県の調査で性的マイノリティの 65% が、死を思ったことがあると回答、深刻な状況が浮かび上がりましたというニュースなんですけれども、こちらはですね、埼玉県が、実態調査を行ったということで、当事者の 65.8% が、死ぬことができたら思ったことがあるという、結果が、出ているよということなんですけれども、そもそもですね、やはりこう LGBT の当事者の方々の、自殺率が高いということは前々から言われてはいたんですけれども、これがですね、データとして、統計として、はっきりと数字で出てしまったということで、これはなんか人事ではないなという、トピックでございます。そうだよね、実際に数字にしてそんなに多いんだっていうのも私もね、当事者の一人として改めてそれは感じて、でも数字として出ることで、今後よりさ、学校とか教育機関だったり、でやっぱ LGBTQ へのね、その理解促進のためにどういうふうにさ、なんかこうしていこうっていうね、対策というか、そうだね、取りやすくなるのかなっていうね、
確かにそういった意味でやっぱ教育っていうのが非常に大切なんだろうなと思っていて、うん、僕自身は不動産会社をね、うん、経営してますけれども、それとは違うやっぱり動き活動もしておりまして、来週ね、今週かな、日野市にある中学校で、こういった LGBTQ に関連する、講演を授業でやらせていただくんですけれども、やっぱり、若い子たちに、当事者っていうところでネガティブではなくて、そういった生き方もあるんだよということを知ってほしいなって思うし、ネガティブな印象だけではなくワクワクすることもたくさん伝えていけたら、こういった自殺っていうところの考え方が、変わってくるのかなって一つ思っていましたね。ありがとうございます。以上でございます。はい、では早速ですね、ゲストさんのコーナーに、入っていきたいと思います。それでは次の曲です。浜崎カレンで Your Smile。 お送りした曲は浜崎カレンで Your Smile でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けします。続きまして、ゲストコーナークロスフレンズです。本日お越しいただいているゲストさんはスピリチュアル YouTuber、 LGBTQ 専門カウンセラーの鹿島明さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、もうなんか白縁メガネがすごく似合う。ありがとうございます、はい、最近金髪にもしたんですけど、はい、最近なんですね。目立つといいなと思って YouTube で、すごい似合ってます、はい、なんかオレンジの、ね、衣装も素敵だし、はい、ありがとうございます。なんかもう明さんと、ね、はい、ちょっと呼ばせていただきますけれども、はい、明さんのなんか今までのご活動とかもなんかすごく気になるところがたくさんあって、まずなんかスピリチュアル YouTuber としてね、はい、今はい、YouTube で活躍されているんですけど、ね、スピリチュアルとか、なんか気になる単語がね、たくさんあって、どこから聞いていこうかなっていうところがあるんですけど、まずなんかその YouTube をされている、はい、
ところの前からというか前は航空会社でなんか働かれていたということで、アメリカの航空会社で客室乗務員として22年ぐらい飛行機に乗ってずっと仕事をしてたんですけども、今回コロナの間にまあこういう仕事がなくなってしまって、ただまあこのスピリチュアル的なものとか、あと僕バイリンガル司会とかいろいろやってるんですけども、まあそういうのをこうやってたので、まあ、それを今やってるって感じですね。22年間も航空会社で働かれたという、うん、はい、なんかやっぱりその航空会社って夢だったんですか？そうなんですよ、あの本当にね、小学校幼稚園ぐらいの時からもう飛行機乗って仕事したいってずっと言ってて、はいはい、で週末には小学校の時空港に行って帰ってこないとかねそんなことがあったりしてそんなに長い時間、はい、飛行機を見てたんですね。でもうあれよあれよっていう感じに、まあ縁があって、はい、あれよあれよってすごいね、そもそもこの航空会社で働きたいなって思って一番最初のきっかけみたいなのってあったんですか？いや本当にね、飛んでる飛行機を見るのが好きだったのと、はい、あとは僕らの時って、はいはい、あのスチュワーデス物語とかいうテレビが流行ったの知らないかな、知らないです、名前は知ってます、ね、はい、そうそうそう、堀ちえみとかが、ね、はい、頑張って、もうあれを見た時に、俺の仕事はこれだと、すごい、はい、もう思ってましたね、心に決めてたんですね。もういつもあの飛行機のガーっていう騒音っていうんですか、はい、あれをずっと30分とか長くこう次つなげて、はい、で部屋で聞きながら自分が飛行機の中にいるのをこう想像しながらとかね、よくやってました。想像力がすごいね。すごいね。ね、でも、うんうん、その想像からそれを実現にしているっていうのがまたすごいですね。大事です。これスピリチュアル的にもね、はい、やっぱりこう想像して絶対そこに行くって思うことが大切なんですよね。スピリチュアルはいつぐらいからされてるんですか？はい、スピリチュアルはね、もともと子供の頃からなんか人になんか質問される前に答えて、だから今しらあの言ったらみんなそういうふうに言いますけども、だいたい16年ぐらい前に大好きなおばあちゃんに何かしてあげたいと思って、霊気っていうハンドヒーリングを勉強し始めたんですね。でその頃からまあいろんな出会いとかもあって、はい、あとこう自分もエネルギーを感じるようになって、うんうん、でまあそういうちょっと通訳もできるので、イギリス人の霊能者の人のヘルプで通訳とかやってると、アキラお前も霊能者になるって俺の守護霊が言ってるよみたいな、へーとかちょっと言ってたんですけど、それから本当半年ぐらいで、はいはい、初めて、そうですね、すごい、すごいよね、本当になんかちょっとスピリチュアルについてもね、後でゆっくりお話を伺わせていただきたいんですけど、はい、うん、講演とかも講演の講師としても、はいはい、ご活躍されてたっていうね、いろいろね、あの本当にこう、まあ、スピリチュアルがメインになりますけども、これからはその LGBTQ 専門カウンセラーとしてですね、はいはい、まあ、自分のこうアメリカの現状というんですか、まあ、ちょっと日本と違う LGBTQ の現状とかを踏まえながら、こういうふうに考えるといいじゃない、こういうふうにするといいよっていうようなことをね、話していきたいなと思ってるんですけど、そうですね、なんか、ダイバーシティその推進マナー講師として、そのマナーについてもお話しされてたっていう、はいはい、うん、マナーっていうのはね、はい、なんかね求められるものだと思うんですよ、ね、その相手が気持ちよくなるための、だからその自分らしく生きるためにはこういう風に生きたらいいとか、うん、まあ、そういうような意味でダイバーシティって使ってたんですけどもね、はい、だからどちらかというとダイバーシティって受け取る方にこう変わってもらうとかっていうんじゃなくて、僕はどちらかというと自分自身の考え方とか発信の仕方が変わることでよりこう受け入れられるっていう方法みたいなのをお話しできればいいなと思ってるんですけどね。なんか本当になんか幅広いお話を、うん、なんかスピリチュアルとか、うん、そういったなんかマナー、うん、相手への思いやりというか、はい、っていうところがなんかこう、ね、全部こう交わってるのかなっていうのをすごい、ね、うん、感じましたけど、やっぱりさ、あの航空会社で勤めていたっていうのはめちゃくちゃ強いなと思っていて、ね、やっぱり接客業のね、うん、プロじゃないですか、うん、やっぱりそういったところの体験を、うん、あの話してもらえる、聞かせてもらえるってめちゃくちゃいい体験ですよね、うん、しかもねアメリカの航空会社ってすごいんですよ、ちょっと聞きたいんですけど、すごい気になります、どういう、なんか本当に例えばアンケートとかがあるじゃないですか、はい、でお客さんでこうアンケートを書いてもらうんですけども、うん、それを悪く書く人っているじゃないですか、いますよね、今日何の問題もなかったのに、うん、なんで、まあ、その前の経験が悪かったのかもしれないんですけど、はい、そうするとアメリカ人とか言っちゃうんですよね、お客さんに、今日ね何の問題もなく、こんないいクルーでサービスしてるのに何が問題なのって言っちゃったりとかね最高そうそうそう、すごい返しがね、そうなんかやっぱり日本とは違うなっていう、海外ならではのね、主張がはっきりしてますよね、
うなんですよ。でアメリカ人もそれ言われるとあたふたしながらもなんか、うん、いやそれはねみたいな感じで、日本人だとね何言ってんだお前とかってなっちゃいますけど確かにそんなこと言われたらお客さん ねまた怒っちゃいそうですもんね確かに油注いじゃってみたいな。たまにあの日本人のお客さんにもやっちゃうから、はい、そうすると僕らが呼ばれてうわあそうなんですもうなんかクレーム対応みたいなところで呼ばれたりする。仕事中ずっと英語喋ってるのでちょっと日本語がなんか、はいおかしくなる来たばっかりの中国人の人みたいな日本語になっちゃって、もうなんか混ざっちゃいます。そうするとお客さんが怒っちゃって、お前日本人連れてこいとか言って、いや僕日本人なんですけど日本人だけど日本語がね忘れちゃう。結構ありましたね、なんか見た目もなんか日本人っぽくないみたいで確かにアキラさ ん、 こう真っ黒ジグロですか。ジグロです。本当、はあ犬の散歩しかやってないです。あ外行くなんかもうじゃ自然光で ね、 ねいいですね。ありがとう。ねそうね、ストーさんも結構焼くのが好きだからね。焼くんです。あそうなんだ。僕は月に1、2回焼くんですけど、あのすぐ肌が白くなっちゃうんで、ね、もう結構これは、ね、コンプレックスなんですよ。ないものねだりです。僕はそっちの方がこう、白くなりたいタイプなんだけど。そうですか、はあ、ないものねだりだ。確かにねまあね、黒い方がでも健康に、うん、健康的に見えますよね。いいですよね、はい、こういう白い眼鏡も、ね、似合いますしね。すごい確かにかっこよく見えますもん。いいね、金髪もね。で航空会社に行った時って、うん、やっぱフライト、はいこっちに住まれてたんですか。そうです、日本に住んで成田ベースだったので、うんうんまあ、ここから飛んで一泊して帰ってくる、一泊3日の仕事がメインで、はいはいはい、まあ、やるって感じですね。それを1週間に1回か2回ぐらい。いやすごい大変、はい、そうですね、最初の頃は本当にホテルで目覚めた時に、はい、今自分がどこにいるのかよく分からなかったりとかはい、はい、なんか時差ボケとかないですか。まあ、もう年がら年中でしたね。そうですよね、いいな、憧れます。なんかもうさ、かっこいい外人さんとかいっぱいいそうじゃないですか。いますね。僕ね結構、うん、日本人が好きなので、はい、僕若い男の子が好きなので、はい、若い男の子見つけたら、はい、もう、あの子35の絵は俺の子だからみんな触らないようにって言うと他の子が見に行ったりとかこうジロジロ見て、なんかそれこそやっぱりその海外の方とも交流がかなりあったと思うんですけど、うん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 、やっぱその航空会社に勤められてた時って、はい、なんかその日本と海外の方でなんか違うなって LGBTQ、まあ、セクシュアリティにまつわるところってなんか感じられましたか。はい、うん、もうねうちの会社なんかは本当にもうなんていうんですかね、そういう確立されてるというか立場が、はいはいはい、だからみんなもう全然オープンに話してますし、どちらかというとゲイの人の男性のクルーではゲイの人多かったので、はい、そっちの方がこう権利を持ってるみたいな感じで、うん、ただまあきっちりされてますね、うん、そういう人をこう悪口言ったりしたら、うん、もうクビになるとかっていうのがもう就業規則とかに書かれてたりとかして、はい、そういった意味合いで言うとやっぱり日本って海外に比べると今やってることでちょっと遅れているのかなっていう印象があるんですが、まだ優しい感じですね。やっぱそうですよ ね、うん、ね、なんかこう人権としてこうなんか確立されているものがあるからこそやっぱオープンに自分らしくこう日常、まあ、仕事だったりも遅れてるのかもしれないよ ね、 そうだよね。僕もだから20代半ばまで本当にのんけのふりをしてたので、うん、うん、彼女がいる設定にしたりとかして、うん、 そ、 うですね、もうそれが本当にもうめんどくさかったんですけど、アキラさんの生き方を見てると、はい、そういったことをこう、うん、あまりなくこう自分らしさっていうのを早い段階から出せていたのかなって。こう見えて僕ね、はい、カミングアウトしたのね、ほんと14、15年ぐらい前なんですよね。あ、そうなんですか。もうちょっと短いかもしれない、はい、やっぱり下隠しに、そういうなんかちょっとメディアに出てる、出た仕事とかやってたので、それは外に出ちゃいけないのかなと思ったんですけど、ある日、まあいいやと、なんかこう僕はね、うん、いつもカウンセリングで、はい、自分らしく生きることが大切なんだよって言ってるのに、あ、自分は自分らしく生きてられないんだと思って、うんうんうん、カミングアウトすることにしました。わーすごい、はい、でも楽ですね、カミングアウト、まあ、皆さんカミングアウトしないといけないってことはないんですけど、はい、やるともっと早くしとけばよかったなと思ったんですね。なんかそこで、ご家族とか、なんかその周りの方とかも知っていらっしゃるんですか。はい、友達はね、ずっと長く知ってて、はい、うん、親にもどうしても言いたくて、僕はあの本を出してるんですけど、はい、その本の中に逃げられないように書きました、自分がゲイだって。あ、で、本が出版される前日に親に LINE で伝えました、はいはい、そしたら母親超ショック、兄貴も超ショックで、お父さんは何も言ってこないので怒ってんのかなと思ったら、うん、なんかちょうど過労気に入ってたみたいで終わった時に話が全部終わってるから何言っていいか分からへんみたいな感じですでも全然問題ありませんでした。あ、よかったね、それは。そっか、
確かにね、業界的になんかちょっと言わない方がいいのかなとかっていうカットが、うんうん、特に僕たちの年代って、ね、親がね、やっぱりそういうものに対して、はいはい、いいよいいよっていう年代じゃないじゃないですか。そうですよね。やっぱり近所付き合いとか考えたりすると、そうですね、はい、そういう意味ではちょっとありがたいなと思ってますね、うんうん、ですね、確かにやっぱりなんかカミングアウトするってなって、自分がしたいってなっても、まずはなんか家族のことをね考えたりとかするから、ね、でもそこがなんかうまくいってね、すごい、うんうん、そうだね、はい、ありがとうございます。ちょっとこの辺で1曲挟ませていただいて、引き続きねお話伺っていきたいと思います。それでは次の曲です。トモネで LGBTI その壁を越えて。お送りした曲はトモネで LGBTI その壁を越えてでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより7時50分まで生放送でお届けします。改めまして本日のゲストはスピリチュアル YouTuber、 LGBTQ 専門カウンセラーの鹿島明さんを迎えしてます。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやなんかね、だいぶ前半だけで、ね、凝縮した濃いお話を、ね、たくさん聞かせていただいたんですけど、明さん面白いほど。ありがとうございます。しかもなんかそう、私も気になってたんですけど、うん、その航空会社に勤めてた時代からその、はい、いろいろと。そうなんですよ、はい、それこそラジオだったりとか、うんうん、その MC だったり、うん、講師としてだったり、はい、はい、たくさん活躍をされてる。すごいよね。なんかね、アメリカってやっぱり、うん、アメリカ人ってそういうのは当たり前なんですよね。日本はやっぱり副業とかダメじゃないですか、はいはいはい、だから僕が働き始めた時も、うん、みんな結構週末だけ弁護士とか看護師とか授業をやってるとか、アキラは何やってんのって言われて、なんかやらないといけないのみたいな感じ でその時に通訳とか司会 、はい、お手伝いとかよくやってたので、それをまず仕事にしてみようかなと、ね、そしたらなんかちょっとラジオの番組出してもらったりとか、そのラジオの番組は海外でのラジオですか、ね、その日本の。日本です。日本のなんかラジオ DJ の、うんうん、なんていうんですか、こう、チャレンジうんうん、番組みたいな感じで、はいはい、で、こう残っていったら番組をちょっと持たせてもらう。すごいですね、はい、そんな感じですね。
なんか才能が本当とどまるところを知らないなっていう、ね、好きなことね、楽しいことやってるだけでね、うわ、はい、バイタリティが半端ないっすね、ありがたいことに、興味があったらもう、うん、突き詰めてやっちゃうタイプ、迷わず行っちゃってるみたいな感じですね、うんうん、すごいね、それが全部今につながってるんだなって思うと、ね、点がつながってますね、今そのスピリチュアル YouTuber としても活躍されてて、はいはい、やっぱスピリチュアルトークをされてるじゃないですか、うん、ですね、私もちょっとあの見させていただいて、そのなんかオーラとかもね、そう、僕ねそれすごく気になるんです、はいはい、守護霊が見れるよって聞いて、はい、僕のすごい気になってたんですよ、これちょっと見てほしいね、でもご職業だからちょっといいのか、そうね、本業の方になんか、そうそうそう、そう、はい、ね、サッカーちょっとね、はい、見て言ったりもしてたんですけども、はい、その昔の本当にお城で働いてる人いっぱいいるじゃないですか、はい、この女中さんというか女の人とか、まあ、そういう人の結構上のところにいる人で、はい、こうバーってここちゃんとやったとかこう確認したりとか、はい、やってるような仕事をやってる姿がバーって見えてくるんですね、でまあ、僕から見ると守護霊さんというのは前世なんですね、はい、で前世の自分ができなかったこととかをやるためにまた生まれてくるから助けるみたいな感じ、はい、授業が多くて、はい、ですからまあそういう時代があったと自分の中で、はい、でまあそういう感じ でだからこうなんか人の上に立って、はい、いろいろこうやってああやってっていうのをやっていく仕事はすごく合ってるんですよね、ガストさんのね、そうそうそう、はいはいはい、その時にやっぱり気をつけないといけないのはなんかこう自分も含めて、うん、あと働いてる人も含めて、はい、一緒にこう楽しむというのかな、昔はやっぱりもう上、うんうん、お前たち下みたいな感じで、はいはいはい、使ってるみたいなやっぱ時代的にね、うん、なってたので、はい、まあ、そういうものがこう緩和されて、うん、自分もそして周りの人も幸せにしながら、うん、こう何かを進めていくっていうようなことができると多分いいと思う、それがまあ人生の目的の一つっていうのかな、すごいよね、うん、ここまではっきりと、ね、細かく ね、はい、ね、見えてるっていうのが、ちなみになんか守護霊って一人ではなくて、はい、複数人いらっしゃる方もあるって聞いたんですけど、はい、僕もそうなんですか、はい、大きく 2,3 人いるんですよね、今の方はどっちかちょっと右の方の上の辺にいらっしゃる方なんですけどね、この場にもいるってことですよ ね、 そうですね、ずっといますよ、ずっと、うん、だから僕なんかこう3人とか4人で飲みに行くと、その後ろに必ず守護霊がいるから、こう言ってくるのね、結構そうやそうやとか会話に混ざってくる、すごいいっぱい人を飲んでるような感じになって、すごい、すごいですね、なんか2人とかで差しで飲んでても、うん、なんかそれ以上にねワイワイしてる、にぎやかだねそれ、そうなんです、ちなみに僕のは他の人はどんな感じの方なんですか、はい、他の人はね、なんか男性で、はい、これはね、ヨーロッパ人かな、海になんか携わる仕事、はい、僕が見えるのはこうフェリーというか、ちょっと大きめのボートみたいなのに乗ってて仕事してる人が見えますね、はい、その人は結構海外とかに行くことがあったりして、はい、でそうね、でも結構その人一人が好きだったみたいで、はいはい、結構人と関わるのが意外とね、はい、苦手っていうか、こうちゃんと家族とか、はい、そういう近い人間としてこう関わるのが苦手だった人がいてて、まあ、そういうものも含めて、じゃあもっとこう この人生はいろんな人と触れ合って、はい、こういろんなものを築いていく、まあ、ゲイであっても家族みたいな関係とかそういうものをちゃんとやっていかないといけないというか、諦めてしまわずにっていう感じですね、確かに、なんかね、守護霊の人たちのその過去というか、がなんか今のこのストーさんね、なんかこうなんだ影響してるみたいな感じなんですね、はい、たまにね顔がすごく似てる時もあるし、例えば僕なんかすごくいつも声がいいねとかってよく言われるんですけど、やっぱり声が歌を歌ってた人が後ろについてくれてて、その声を使っていろいろ人を癒したりとかっていうのをやるようにって言って助けてくれてる人もいますしね、すごいね、もしよかったら私も聞いてもらって、あ、そうなっちゃうね、お願いします、夏美さんは、ヨーロッパ系のね、白人のね、女性が見えて、で結構ね、昔のすごいこう舞踏会で着るようなドレスみたいなの着てるから、かなり前の人だと思うんですけども、やっぱりそこでなんていうのかな、こうどうしてもそういうの時代なのでね、はいはい、こう鳥の籠の中に入った鳥みたいな、うん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 、みたいになんかこう
閉じ込められたような感じ、はい、だからまあ今回そうやって自分でカミングアウトされてるとか、うん、自分の好きな人と一緒にいてとかっていうことがすごくできてるのはいいことなんだと思いますね。うん、ごめんなさい、舞踏会って聞こえた最初の舞踏、舞踏の方の舞踏会の最初の方それも完全にあのお酒飲んだ時に僕はそんな暴れないびっくりした、ちゃんとねドレス着て綺麗な感じのね、そうね、おしとやかな感じ、でもあんまり楽しそうじゃないんだよね、そういう舞踏会とか多分そういうのあんまり好きじゃなかったんでしょうね。そうね、ダンスとかはなんちゃんね、ほらちょっとシャイなとこもあるしね。なるほど、すごい、なんかそんなヨーロッパ系っていうのがびっくりしちゃった。でも反対にどちらかというとそういう感じだから、はいはい、今世ではもっともっと、うん、まあ、こういう仕事もされてますけども、うん、もっといろんな人に会ったりいろんな人に思いを伝えたりとか、うん、っていうのを本当はもっともっとやった方がいいと思いますね。ありがとうございますね。すごい、なんかあれなんですね、日本人だとなんか日本人の その守護霊がつくとかっていう勝手なイメージだったんですけど、全然関係ないですよ、はい、外人、アジア人、日本人ももちろんいますけど、すごい、なんかこういうのってやっぱり聞けると、うん、あ、そうなんだってすごく面白いし、うん、なんか励みというか、うん、またそういうことをイメージしながら、じゃあこういうことを目指して頑張っていこうみたいな、うん、ポジティブな気持ちになれますね。背中を押してもらえる感じが、ね、なんかこう、これからの自分のビジョンというか、うん、っていうのも ね見えてくるし、うん、いや、ありがとうございますね、ありがとうございます、貴重な時間いただいて、ね、いやなんかね、ちょっとこの後も話盛り上がりそうなので、ちょっと続きまで、はい、1回ずつということで、まあ、でここへちょっとですね、はい、あのトークテーマ変わるんですけれども、うんうん、まあ、3月のテーマが卒業できないことということで、はいはい、何か、はい、あのアキラさんの中で卒業できないことっていうのはありますか？僕ね、昨日もやっちゃったんですけど、はいはい、昨日11時間ぐらい友達の家で飲んでて帰りも自転車乗って帰れ、ちゃんと帰れたんですけど、もうね、酒強すぎ、はい、今日朝ちょっと辛くてその時に思いました、いや、この飲みすぎもう本当に早く卒業しないといけないなと思いながらね、いつも思うんですけどね、はいはいはい、できないですよね、なかなかね、それはあの私たち2人もね、すごいよく身に染みて分かった、うん、すごい共感できる ね、ことだね。うちのラジオの MC はね、うん、みんなお酒が好きなんですよ。いいですね、本当にね、なんかすごい気持ち分かるんですけど、でも11時間っておっしゃってましたっけ、はいはい、すごいですね、長い時間、ね、しかもそれから、うん、そんな酔い覚めてなくて自転車で帰る、そうなんですよ、本当はね、ダメなんですけどね、ちゃんとそれでたどり着けたっていうのもまたね、うん、すごい生命力を感じる、はい、生命力って言い方よいやだってそうだと思います、ベロンベロンに酔っ払ってでもちゃんと家には帰ってるんですよね、すごいですね、うん、それも守護霊とかが守ってくれてるのかもしれないです、ね、そうでしょう、だすごい良すぎちゃう怒られちゃう、ね、こじつけないから、ね、こじつけはそれを守ってくれてるとかあるのかなと。お酒はどういったお酒がお好きなんですか？僕はね、はい、今は昔はビールとか日本酒飲んでたんですけど、はい、ちょっとダイエットしてるので、はい、ハイボールとか、はい、ウーロンハイとか、はい、あとは赤ワインですね、赤ワインはもういいことにしてるんです、うん、赤ワインはでも体に、ね、いいって言いますもんね、いいんですね、でもちょっと糖分が入ってるので、うん、はい、やっぱり飲みすぎはダメだって言って怒られてますけどあのお酒って結構カロリー高いもので、うん、僕はあのテキーラが好きなんですけど、うん、テキーラを飲まなくなったら実は体重が減ったんですよ、はい、でお腹の肉も、あの周りの肉も落ちたんですよ、うん、飲んだら食べるからじゃないですか、あ、めちゃくちゃ飲むし食べるんですよ、はい、でテキーラも飲むときにもう 1,2 杯とかじゃなくて、うん、僕もショットで20杯とかガンガン飲んじゃうタイプなん で、うん、で調べたらカロリーなんか1杯おにぎり1個分ぐらいあるらしいんですって、うん、テキーラってそんなに高いんだ、そう、それ食って飲んだ後にラーメンとかチャーハンとか食べたりするんで、うんうんうん、それは悪いんですよ、ね、ブク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 ね、ご飯何人前ぐらい食べてるって計算になる、そうそう、うん、今とてもスマートです、あ、いいですね、じゃあ私もちょっと最近ダイエット、夜だけ炭水化物抜くダイエット、ね、ゆるくやってるんで、結構痩せません？それで、いや変わらないです、あ、そうですか、お酒、お酒からのやめな、いや、じゃあ先週も話したんですけど、うん、あのチートデイが多すぎるなと思って、そうそう、昼にね、やる気出してもらっていいですか、食べちゃうからね、やめよ、なんとね、まあ卒業できないこと結局ね、そうそう、結局みんなお酒はやめられない、お酒はやめられない、どうしてもやっぱね、うん、楽しい時とかつい飲んじゃいますね、しかも駅からね、自分の家までに、あの牛丼屋さんとかがあって知らない間に買ってきて食べてんだよねお腹空いてないのに、わかる、しません、なんか麻痺しちゃうんでしょうね、なんかね、なんかこう欲が出ちゃって、こうなんか、そうだね、そんなにお腹実は空いてないけど、うん、つい
口に運んじゃう。でもなんかラーメンを締めで食べるっていうのはやっぱりこうちょっとこうお酒を飲むと水分が足りなくなるので、こうやっぱりそういうものを取るとかっていう意味があるらしいですけどね。本能ですね。うん、そう本能で、なんかなんか飲んだ分以上に水分やっぱ出てるらしいですもんね。でも面白いことにね、アメリカのね若い学生とかはね、飲んだ後ラーメンじゃなくてマクドナルドに行くんですよ。すごい。マクドナルドがめちゃくちゃ混んでる。すごいですね、それ胃が強いなって。さすがだね。まあ若いしね。いやすごいそれは。なんかまたね文化の違いそこでも感じる。そうだね。面白い。ありがとうございます。ちょっとここでですね、はい、もう一曲挟ませていただいて、はい、引き続きお話伺っていきたいと思います。それでは次の曲です。鳥山真奈とで緑桜。ひとひら消せぬ思いとともに落ちてはまた落ちる。僕の夢は変わらないのに、季節が僕だけを置いてた。人はなぜでしょう、ピンクのないこの した曲は鳥山真奈で緑桜でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。改めて本日のゲストさんはスピリチュアル YouTuber、 LGBTQ 専門カウンセラーの鹿島明さんをお迎えしてます。最後までお願いします。お願いします。お願いします。ね、ここまでいろいろお話聞いてきたんですけれども、はい、明さんから見て、やっぱ日本って LGBT についてなんか LGBT っていう言葉とか、あとは理解がこう少しずつ出てきたのって5年、あ、6年ぐらいそう、ね、だと思うんですけれど、でなんか私たちもこう過ごしている中でこういろんな企業さんが同性カップルだったり LGBTQ のカップルに向けてなんかこう間口広げたりとかっていろんなことをされてきてると思うんですけど、今後なんだろうな、こうアキラさんからして
なんかもっとこういう風に、なこういうことを大事にしていった方が、うん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 、いいんじゃないかとかっていうことありますか、うんうん、その LGBT 僕ね、すごく今思うのは、うん、日本ってね、すごくいいとこだと思うんですよ、アメリカって本当に LGBTQ とかって言ったら、はいはい、もう下手したら殺されるっていうようなこともね、うんうん、あったりするわけじゃないですか、はいはい、でもそ日本ってそこまでないでしょ、うん、だからやっぱりこう、緩い感じでね、やっていくこと、うん、その人らに比べるとすごくいいあのところにいると思うんですけども、うんうん、やっぱりそのあ何を言うとしたのかな忘れちゃったなんか暴力とかはね、うん、日本はその、うん、なんだろう目に見えるじゃないかなんかそういう暴力的な差別とかは、うん、まあその少ないという、うん、そうね、なんか石を投げられることは確かに日本ではあまりないかもしれないけれども、うん、こう見えないバイアスみたいなのとか、うんまあ、そういうのは結構あるなと思っていて、うんうん、思い出した、うん、あれね言いたかったのはね、うん、僕思うんだけど、うん、やっぱりゲイのことを悪く言ったりする人って、うん、友達とかにいないんだよね、そういう人が。だからテレビとかで見てる人みたいな、ちょっと遠い存在の人、はいはいはい、なんかちょっとこう親身が湧かないというか、だからもっとこうそういう僕が例えばみんなのところに行って実際に話をしたりとか、うんうん、こうすることでね、うんうん、あこんな人普通に生きてんだなと か、うん、かテレビに出てる人だけじゃなくってっていうような感じでね、それでこうやってカミングアウトしてやってんだみたいな、うんうん、あのよく飲み会に行って僕ゲイだからねとかって言ったら、うんうん、人生初めてのゲイだとか言ってたりする子がいるそう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 、わーおーとかちょっと言ってますけど、うんうん、まあそれが慣れてくると、うんうん、こうみんなね、あ、うん、ゲイ、あそうなんだみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、まあそういう感じでね、あの運動とかできればいいなと思いますね。確かに、ね、なんか僕は宮城県出身なんですけれども、うん、やっぱ宮城だとなかなかこう LGBT って結構遠い存在みたいな思う人が多くて、うんうんね、周りにいないとかね。そうそうそう、そうですね、まさにあきらさんおっしゃったように、うん、身近にいないから周りにはいないっていうふうに思ってる人が多くて、うんうん、 そうね、そうするとすごいモンスターみたいになっちゃうんだよね。何もんだ。そこでいきなり僕がやっぱカミングアウトした時に、うん、友達も最初は驚いてたんだけれども、うん、あ、うん、身近にいたじゃんってなって、うん、そこから皆さんこうLGBT について興味持ってくれたりとか、うんうん、あ、なんかゲイとか別に特別な存在じゃないんだと思うようになってくれたの で、うんうん、そうですね、こういうのが広がるといいのかなって改めて思いますね。うん、ですで、みんな慣れてくるんですよね、うんうん、あんたもゲイみたいなね、そうそうそう、俺知ってるよみたいな感じでよく聞くじゃないですか。やっぱこう輪を広げていくというか、身近にな存在としているんだよって、そうですね、同じ人なんだよっていうところで、ね、なんか身の回りからこうなんかコツコツと、うんうんうん、やっていくことが大事なのかなと思いますね。ね、まあ、あきらさんとかはやっぱ YouTuber とか、うん、YouTuber として、はい、動画とか配信されている中で、うん、まあ、そういった理解を今後もね広めていかれると思うので、そうですね、ご活躍これからも応援しています。ありがとうございます。ここで、あきらさんの方から、はい、お知らせがあります。はい、はい、今ですね YouTubeあきらの世界を元気にするスピリチュアルの部屋ということで、はい、やってるんですけども、うんうん、まあ、これは結構僕がスピリチュアルからですね、まあ、であの守護霊とかに教えてもらったこと、うんうんうん、またはこう霊性開花っていってオーラを見る練習とかそういうことも含めて、あとまあ幸せになるにはみんなこういう3つのことを気をつければ幸せ、オーラのエネルギーに変わるんだよみたいなことを言ってるんですね。はい、まあ、そういうことを伝えながら、このゲイですよゲイですよっていうのを出すことで、うんうん、なんかあ、なんかゲイでもこうやって楽しそうにやってる人がいるんだなってみんなが思ってくれればね、うん、すごくいいなと思ってます。はい、はい、ね、オーラとかも見えるようにだけじゃなくて、うんうん、なんかこうなんていうのかな、人生を楽しく生きるコツとか、はい、幸せに生きるコツっていうのをね、うんうん、なんか配信してくれてるっていうのは、うん、やっぱりこうなんかカミングアウト、うん、なんかこうしたいけどやっぱり周りの環境を考えてできないとかってやっぱ辛い思いしてるね、うん、当事者の方とかにも見てもらえることでね、勇気が湧、ね、うん、くと思うし、心の支えにね、カミングアウトしないとしても、うん、やっぱなんかどこかで心の支えに絶対なってくれると思うので、うん、うん、はい、僕もそのまあね、すごくゲイだゲイだって言ってるので、やっぱりこうカウンセリングに来る人って自分もゲイなんですっていう人がやっぱ多いんですよ、話しやすいからだと思うんですよね。だからまあそれの流れで LGBTQ 専門カウンセリングっていうのを始めたんですけども、まあ大人の人ももちろんなんですけども、もう20歳未満の未成年の方はまあ安くて、まあもっといろいろ話をしましょうって言って、まあこれは病気でなくてね、一つの個性なんですよっていうことをね、伝えていければいいなと思ってます。めちゃくちゃいいですね。やっぱりなんかこう大人
が楽しそうにしてるところを見ると、うん、次世代って、ねね、ワクワクしますし、うんうん、あなんか LGBT だって自分そうかもと思った時に、うん、あこれも自分の生き方なんだってポジティブに、ねね、思える取れれば、ねね、すごく人生変わりますよ ね, ねそうですよね、やっぱこうアキラさんのように、うん、こうなんか生き生きと自分らしく輝いて生きている当事者のロールモデルがそうだ、ね、でたくさ ん, こうなんか表に出てくることで、うんうん、やっぱりなんか、ね、今後の未来明るい未来に、ね、見えてくると思うし、うんうん、そうですよね、きっかけに、ね、つながるといいですね、うん、これから若者世代に向けてやっぱり私たち大人ができることをね、うんうん、どんどんしていきたいなって本当に思いますよ ね, ねでも個人的には本当に今日はあの守護霊をあの見ていただいてすごく嬉しかったです。いや嬉しかった、だってなかなかそんなねないないよ、ね、そうですよね、女中さんかなとか最初思ったわ。女中さん。いやでもなんか、うん、よかった、うんうん、アキラさんもでも自分の守護霊も見えるっていうのがすごいね。そうね、あのね、なんとなく見えたりするんですけどもね、うん、自分の守護霊からのメッセージってもらいにくいんですけども、うん、はい、でもわかります。いやすごい、今日は貴重なねお話たくさん聞かせていただいてありがとうございました、はい、ぜひ、アキラの世界を元気にするスピリチュアルな部屋 YouTube で検索してください。あとはカウンセリングについてはね、うん、はい、はい、鹿島明さんで検索していただいて、あとこの、YouTube のところに行っていただくと概要欄とかにいろいろこのカウンセリングのこととか、はい、僕他にもいろんなことやってるんですけども、それもすべて そちらからチェックしていただけますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということで本日のゲストさんはスピリチュアル YouTuber LGBTQ 専門カウンセラーの鹿島明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではまた来週、バイバイ。この番組はライフネット生命の提供でお送りしました。